皆さんこんにちは、こんばんは。ココロリンクゲームズベイ君です。スーパーマリオメーカー実況やっていきます。よろしくお願いいたします。というわけでまずこちらのコース、村マンさんのコースですね。337秒、し行きましょう。クリア率が 26% でございます。よろしくお願いします。さあこれ楽しそう。サムネ見た感じね、なんとなくわかるんですけど、337秒しって久々じゃない？なんとなく多分走ってたんやこれね。めっちゃ気持ちいいやん。応援してる感めちゃめちゃあるやん。ついこっちかと。早い。やばい。楽しすぎるこれ。で、ワンナップか。全滅させてのワンナップしてからの。あ、なるほど。あ、これセルフや。しまった。これめっちゃおもろい。今度はセルフでしっかりと337秒しを演じてったらええわけか。いやー気持ちいいね。ねえ。すげえね。337拍子って最高に気持ちいい。お、いくぞ。応援やと思う。オッケーオッケー。これ相当気持ちいい。え？あ、これ走るってことか。しまった。ピッ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 。オッケー。で、こっから走っていくわけね。めちゃめちゃ気持ちいい。なるほどね。行くぞ、みんな。てて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 。ええわー、なんやろ、これ。応援団がね、昔やってましたよね。ほら、走っていくわけね。たっ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 たやばい。これ、もやち、マジ何あの、おん。やみつきです。いいわ。このリズム、さっきも言ったけど、このリズム考えたやつも天才かもしれん。そして左の337がまた素敵な形をしておりましたが、素晴らしいコースやね。なんかね、小学校の時ね、よくあったんですよね。応援団がやってて、運動会の時に。ね、337秒足とかね、あと224拍子とかあったよね。あと何あったっけ ?123 拍子とかあったんですよ、うち。てててててて、みたいなやつ。なんかちょっとあんま用ない気がするけど、それ作ってみたんや、みたいな。そういうね、チャレンジ精神のあるね、応援団がいたりとね、懐かしい思い出がありますか。337拍子、これめちゃめちゃ気持ちいいコースでございました。ありがとうございました。では次のコース、参りましょう。続いてこちらのコース、キャラマリオシンクロ選手権、マッチングチョイス、いきましょう。クリア率 6% ぐらいですね。よろしくお願いいたします。さて、タイトルはね、ちょっと楽しそうなんですけど、なんかキャラに合った選択したらいいってことかな。さあ、とりあえずドカン入って、いきましょう。ここからね。はい、クリボー。あ、オッケーオッケーオッケー。これは相当面白い。相当面白いぞ。んで、次、君なんや、君なんや。ブロック、した、オッケー、いいよ。で、あ、これ結構しかも難しいやん。難しいことさせるけど、おっと、ピンクコインゲットして、さあ、君は何だい？あ、君何？君なんや？バネや、多分バネ。バネやと私は信じない。正解です。まさかの正解、そういうのもあったりなかったり。クッパ、息子じゃない？これはマリオです。これマリオですけど、なんとか突破して、初見で行ってると思います。成功いことは何もしていない。さあ、上官、ありがとうございます。これはピクミン。ピクミンなんで、下？え、どういうこと？どういうこと？え、全く、あ、緑だったということか？謎だった。最高。あ、色的に、あ、それほんまやわ。赤おるもん、今。で、ガリガリなって、うわ、すごいな、今の。めっちゃ面白い。え？ガリガリや！すげえすげえすげえ。なるほどね。で、ピンクが一気になんと3つ獲得。ありがとうございます。最後に大逆転させてくれるみたいな。ヘルメット被ってる方。オッケー。そういうことやな。え、すげえすげえ。めちゃめちゃ面白い。で、こっちの鍵のとこ行ったら、ありがたいものをくれるということでございましょうか。いや、めっちゃええやん、これ。で、鍵ゲットしたから、鍵のとこ行けるのかな？よくわからんけど、とりあえずここ入って、もっとしたかった。これクリアになってまうんか。めっちゃ面白い、これ。あれ？あの鍵の扉どうやっていけんの？あ、じゃあ、ここにあったわ。何も見てない。画面を全く見てないぜ。そういうところでございますが、皆さんもイライラしたかと思いますが、申し訳ございませんと言っておきましょう。さあ、最後のキャラは、キンキラマリオでクリアということで、ございました。いいね、これ。ちょっとね、せこいことしたような気がしますが、いや、それはまあ、さておき、めちゃナイスコース。途中からなんていうかこう、謎解きっていうんかな。
あれがね、うまいことできてた。ピクミンのね、3色のやつも面白かったし、ガリガリマリオがなんとガリガリとシンクロしてるっていうのもね、楽しかった。とにかくこのコース、素晴らしいコースでございました。ありがとうございました。では次のコース、参りましょう。続いてこちらのコース、キャノンラッシュいきます。クリア率が 1.59 でございます。よろしくお願いいたします。さあ、サムネ見た感じね、かなり楽しそうですね。多分めっちゃ逃げたね、もう。とにかく逃げる。とにかく、わー、しかも前動くんか。さっきと、まずはジャンプして、来るね来るね、ほいほい。で、これはちゃんとちょけてって、ちょっと待って、俺なんか遅い気がする。いろいろ遅くて、スピンです潜入、総料理かなりいいんじゃないですか。で、スピンやろ。オッケー。もう見えてないもん。てか、見えないとこまで行ったら、勝ちじゃないの？あれ追っかけてこんへんやろ、多分。マジか。お前そんな強かったっけ？で、トン、トン、いいよ。完全に消した。危ない！カメちゃん！ああ、追っかけてくるのか、やっぱり。おお、すごいとこ抜けた、俺。今の俺は褒めてあげたい！くっそ！褒めるわけにはいかない、これでは。さあ、脱げて、脱げてない、脱げてか、逃げて、飛んで、ここ軽く飛んで、ていうか、この大砲を消し去ることできんのかな、やっぱり。スピンで行く。ほら、消し去れそうじゃない、こうやったら。で、トンドン飛んで、カメちゃんね。これカメちゃん来るからスルーして、上行って、上行って、よしよしよし。で、ここは一回待機して、ゆっくり来てんな。お、なんかやっぱり買った、やっぱり買ったかもしれん。キャノンラッシュしてない。君たち踏んでいこう。じゃあ余裕でね。君たち踏んで、なんとかゴールでございます。なんと完全にキャノンを振り切っての完全勝利でございました。ありがとうございました。というわけで、キャノンラッシュクリアさせていただきました。かなり気持ちいいコース、ありがとうございました。では次のコース参りましょう。続いてこちらのコース、僕家でするクリア率が 8.1 でございます。よろしくお願いします。そしてね、作ってる方が母ちゃんっていうね、なんかこう親子を感じさせる名前なんで、非常にうまいこと作られてると思います。よろしくお願いします。 こいつが家ですんのか。 なるほどね。家でする、もうこんな家、いや、こんなお母さんお父さんもう嫌いみたいな感じで、家でしたらもう早速ですよ。早速殺しに来てますよ。こんな世の中出たくないが、まだ私はね、諦めない。まだ家出というね、任務を諦めていないので頑張りましょうと思ったら、屋根の上登ってんのかね。相当アクティブな息子やな、お前。こんなことできるんだったら、確かに家出しても一人で生きていけそうな気がしますが、さあ、しっかりと乗っていく。これが上が気分悪いので、しっかりと倒してって、いいね。ビルの上完全登って持ってるけども。これはこっち行ってんかな。うん、オッケー。おー、危ない危ない危ない。で、これは入れない。骨とかおれへん。かなりホラーチックや。よくあるよね、でも。一人で出歩いたら骨野郎がいっぱいおるみたいな。そういう世界でございますが、なんとここに入れてびっくりしましたが、あ、でも合ってるらしいぞ。合ってたぞ。もしかして？もしかした。何の音がめもなく家で成功で、これ帰ってきたんかな。もしくはなんか新たな家の子になったみたいな、そういう悲しい現実でしょうか。非常に気になるところでございますが、なんとか家では成功したということでございました。母ちゃんすまん、家で成功でございました。では次のコース、参りましょう。続いてこちらのコース、第3元ジャンプ。行きましょう。ハードです。しかもね、クリア率が 6.32。さあ、タイトルから全くわかんないんですけど、第3元はね、確か麻雀の役であるんですけど。トン3曲、え？一本場。マジで？ ちょ、可愛くない？これ。めっちゃ可愛いない？これ。伏せとる。パン。やばいやばい。相当か。んで、走ったら3になってんのかな？第3元でどういうこと？でも。麻雀の役にあるんやけど、どうやって飛んでっていいんかな？飛んでって、いいよ。白、白。この青何？第3元って、何やったっけ？白、チュン。白、チュン。弦やったっけ？あ、第3弦は、白とチュンと初、あ、初やつや。初です。初っていうのがあるんですけど、でもその辺と全く関係ない。描かれとったんかな？これ厳しくね？いや、めっちゃむずい。いける、いける、よし。スーモー言うて初なってクリアしましたよ。竜兵装、役満。竜兵装なんかい、しかも。なあ、第3弦って言ってほしかったよね、そこは。あれっこランダムやったら面白いけど、なんやねん、このコース。めちゃめちゃ面白かったけど、第3弦ジャンプハードめちゃめちゃ楽しませていただきました。ありがとうございました。というわけで、今回こんな感じで終了です。最後までご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたら高評価ぜひよろしくお願いします。めちゃめちゃ励みになるのでよろしくお願いします。チャンネル登録もお願いいたします。そしてコメントもお願いいたします。それでは次回もお楽しみに。ココロリンクゲームズのレイくんでした。バイバーイ。